ブック・スタディー日本の歴史第10回目10回目10回目でございますもう何気に10回目なんだね10回目なんですよ、うん、で、うん、結構、まあ、ある意味数字という数字のところ,ところもはいな<ん>か <laughs> 急に伸びてまダウンロード数がだからダウンロード数伸びてるっていうことは普通にストリーミングとかで聞く人はおそらく倍ぐらいいると思うのでありがたいですねだからまさかねこんなに聞いてもらえるとは思わないてす当に嬉しい限りですけどもで本日のテーマは「大河」今のね「瀬古丼」見てる方は「 おおおいおいおいとちょっと嫌なやつだななんて思ってる人が多いと思いますが <laughs> いい直すけあえてしかも前回がね岩倉施設団って言ってもう明治になってからにいきなりまた逆戻りで,そうですねちょっと戻りま,すけどまあこれはもう順番とか、まあ、通詞でやってるわけではないので、はい、まあその時その時で番組は変わっちゃうんですけど、はい、たまたま今。 まあちょっとゴドを見てたらちょっと出てきたんで来てますね、はい、佐野さんがそうそうそうまた嫌なや役柄をねやってますのでで前ね以前に、まあ、この番組でも話したと思うんですけど歴史っていうのは常にあの勝った側から見た歴史が、まあ、うちらが分かってるっていうことで、はい、あの負けた側っていうのは結局、まあ、死んじゃってますから。うんうん まあ反論がができななないいいいとううううかかかどういう状態だっていうのがなかなかねあ、はい、もちろん歴史学者の人はそういうのを検証してるんでしょうです、えー、だと思いますけれども、はい、やっぱり一般の人にはねやっぱ片側の歴史しか分かりませんので、うん、だからいい直輔をちょっと取り上げたら、まあ、そういった面もあ,あったんですけど、はい、まずいい直輔って、まあ、どういう位置の人というかどういう人かっていうとまずあの彦根藩っていう。 ひこねは今だゆ滋賀県ですねあの琵琶湖のところ。はい。で寒いとこですね。あ寒いとこなんですか。僕最近最近行ったからもう寒かったっていう記憶しかないんですけど。まあ確かにあの新幹線だと雪がねなんか降っちゃうようなところよね。で結構琵琶湖まあ湖じゃないですか。うんうんうとまあ要する水ですよね。だからなんかも寒い空気がなるほど。 まあそんなこと言ったらね北海道はどうなんだって話になりますけど <laughs> 確か意外でね、まあ、別に寒そうじゃないのに寒いみたいなそうなところが結構雪も降るはずですからね確かなんかそんな感じするよね、はい、で、えー、とまずですね、まあ、彦根藩の、まあ、藩主ではあったんですけど、まあ、ちょっとその辺からちょっと入るんですけどまず江戸時代の仕組みとしてやっぱ徳川家康が、まあ、基盤を作ったんですけど 非常にあの統治をするのに研究してましてまずその力がある要するに今でいう内閣、はい、要するに幕府を動かしていく、まあ、政治家みたいな位置っていうのは基本的には普代大,大名にしかなれないんですよ。うんで文語って普代大,大名って覚えてるなんか名前を聞いたことある名前聞きましたね何か多分小,あ小学校あるのかな小中ぐらいの日本の歴史で。っていうのは えと徳川家康にあの関ヶ原より前、うん、要するにまだ弱っちい時から仕えててた家臣を不代大,大名で後々徳川家康が力を持ってからこうにじり寄ったというか家臣になった人を戸様と呼んでるんですよでもちろん戸様っていうのは最後の方までまあもともと戸様大名っていうのは戦国大名なんで。 要すするに徳川家康のライバルというか同格だったんですよで、うん、後々力関係上徳川家康が天下取ったんで歌詞になったけど普代大名っていうのは一大名だった徳川家康の部下なんでそもそも藩の大きさも何も違うんですよ要するにちっちゃい藩の殿様が普代大名でで徳川家康はよくその仕組みを作るにあたって考えたのが でかい藩に力を与えてしまったらそれはもう無本,無本を起こされちゃうということで、うん、不大大名しか幕政に参加できないようにしたんですよその不大の中の筆頭がいいケなんですよだから 何古文の中の古文、はい、一の古文。うん、でそうも、超側近、うんそう、徳川家康時代ね、はい、まあそれからもう200何年経ってますから、うん、あの幕末の時代とはちょっと計量が違うんですけど、だから、えーと、1個前の大河が直虎、確か直虎だよね、1個前が、はい、それの直虎がこう育てた人が井伊直政っていう人で、それが多分初代なんですよ。 で、それがもう徳川家康の大のお気に入りで徳川四天王の一人でふだ、えー、んの筆頭だから一応その幕政を担う中で名門中の名門うん,うんなんかあれですね、うん、なんかずっとなんだろう世襲って言い方は違うかうん、うん、世襲だね世襲ですよね、うん、なんかもう昔からっていうことですよねうん、うん、そうそうそうそんで なのでその藩としてはそれほど大きい藩ではないんですけど位置としては徳川幕府的には結構こう有力な位置になりやすいポジションではあったんですよ、はい、ただ本人は、えー、と兄弟がめちゃめちゃ多くて何人だっけね14人兄弟だっけな、ね、<ー>だからそもそも彦根藩の藩主になる予定でもなかったなるほどけどこの時代ってあの まずこの生まれて間もなく死ぬことも多いし二十、うんまあ、歳まで成人できないのも多い時代だったのであのまさかの他の人がみんな亡くなっちゃって幸運にも藩士になれたっていう境遇なんですよ。だから今で言う 今でも30歳で部屋住みってことはプータローみたいな、うん、ニートみたいな状態になってて、うん、どこにも養子に出されずにあどこにもじゃないねあの兄,兄かなんかの養子にはなってますけど竹いい池から外には出てなくて悶々としてたのがたまたま身内にこう、えー、死ぬ人が増えちゃってうん、うん、自分が後を継いだと。 だから結構ね、まあ、ラッキーボーイなんですよ。不思議なりり合わせです、ね、巡り合わわせせでででなんですけど能力が結構ある人なんでうん、うん、まずその幸運に藩主になってからさらに、えー、と幕府の要職にまでついてしかも、えー、とこの時代幕府っていうのは、えー、独裁者をなるべく出さないっていうことで。うん えー、合議制だったんですようん、うん、要するに会議、うん、でそれを老中っていうんですね、うん、あの要するに今でいう内閣、はい、で内閣総理大臣に当たるのが老中主座っていう位置なんですよ、うん、で緊急事態だけ大老っていう大統領もほぼ独裁のやつができるんですけど大老はいいけどもう一つの家ぐらいしかなってはいけないぐらいの<ー>要するに名門の家の家人しかな,れな,い<おー> <laughs> なるほどね、うん、そう,うん、うん でイ、e、さんはまあ緊急事態プラス名門の家なので大老に就任することなんですよ。でこの番組では何度も言ってますけど当時は江戸幕府が正統で、はい、幕府を倒すっていうのは要するにテロリストですよね、はい、その段階では。うん、なので彼の正義の中でだからうちらが考えている正義とはちょっと違いますけど。うん 幕府をいかに立て直すかっていう正義の中でやってますので、はい、だから当時として何職務的には正しいことをやってるんですねただ、えー、と例えば吉田松陰ですとか多分この今ね聞いてるリスナーの人たちがこう馴染みのある人たちを捕まえて殺しちゃったりしてるんで、はい、悪夢になってますけど、うん、当時あの人たちは幕府に対して物申してる人たちなんでうん、うん、幕府を守る側からすると まあ,ある意味正当なことをしたというか、うんまあ、当然のことをやってますよね,うすよねそうそうそう,そうでしかも割とこの200年間にわたってあの不代大名っていうのはぬくぬく育ってますので、はい、まあ要するに根性がない人が多いんですよん、うん、なるほどけどこの人は肝が据わってるんで<ー>まあそういうのを徹底的に断行できるとーー要するにうじうじしないっていうかうまあそれが 結果間違ってるかもしれないけど、うん、全て割とこう、ね、スパスパスパって決めれるような人なんですよ。うそうでもともとペリーが来てね幕府が揺れてる時に、まあまあ、誰もこう前代未聞なことが起きてますからねうん、うん、今までずっと鎖国だったのが、まあ、明らかに自分たちより強い人がこう来て、まあ、国を開けって言ってるんで誰がやっても難しい時代に。 まあ、出てきていろいろ対処したということで僕はねあの人的にはあの詳しいことは分かりませんけど職務的には結構ううしたんじゃなないいかなってそうですねなんかこういろいろね、まあ、資料を見てみると、うん、確かにたくさん。 たくさんややっっててるいいろろますよね要するに決めきれなかったことをこの人がじゃあこっち側で行くって言って反対者は恐れず、うん、まあ結局ね逆がいても反対者出るんで全会、うん、一致っていうことはありえないんで、うんうん、それをやってでただ大きいことを2つやってるんですよ 1>,、うん、1つはあの将軍の後継ぎ問題、まあ、今ちょうど大河でやってるとこですけど、はい、を、えー、家持さんにしたとあの奇襲犯 にしたと。でもう一つは外国との通称の条約に調印したと。はい、けどあれよくよく見てみるとあの調印もイ、e、ーさん自体は直挙を取ろうとしたんですよ。直挙っていうのは天皇の許可を取ろうとしたんですけど、でもえっ、ー、とまあ結果その天皇の許可が下りる前に条約を結んだんで直挙を無視してやったんですけど、ただその前 から考えるとその時代って幕府っていうのは天皇よりも権力的には上なんでそもそも許可なんか取ってないんですよ何をやるにしてもけどあえてまあ一応天皇から、えー、幕府将軍っていうものを授かったんでお伺い立てるってことを、まあ、形上してますけど、うん、だからあのさほどそこも当時としてはあまり問題にならないのかなって僕は思うんですけどねあとプラス飯さん自体は 直旗を取ってからやる意思があったけどその、えー、間の要するに事務方交渉役の人が単独でやっちゃったんですよ。ん<ー>それをまあ、まあ、最高責任者なんでまあいい、e、がやったってことになってでその後やっぱりねちょっと過激になっちゃうの、ね、本当に<ー>自分が E さんがい、ね e、さんが<ー>でも反対するやつだったら受けて立つぜみたいな。<ー>だからああんまりまり、あ まあ武士っぽい武士というかあんまり弁解とかはせずに、まあ、そう思うんだったら受けて立つぜっていう感じででその中のもともと合議制でやってたのに大老っていうのはあの大統領みたいな独裁型なんで老中をね次々に辞めさせたりしてもう自ら孤独の方に行っちゃったりとかしてるんですけど、うん、で、まあ、反対派にいろいろやって、はい、まあ最初に安政の大国ってね 多分歴史の授業でで習ったたやつなで、はい、たあるんですけ、ね、ど聞いたこと、ね、だから有名どころで言うと吉田松陰とか、はい、あと今「タイガー」でちょうど出てる橋本さないとかが処刑されるっていうのの最高責任者が井伊直輔なんですけど将来をね嘱望された若い獅子たちを殺したと。でそれでまあ恨みを買うわけなんで井伊、うん e、さんをこうまあ狙う輩がいっぱいいるわけじゃない。うんうん けどさ、e、さんも、e、さんもでそれは知っってててやってだから周りの人がじゃあ警備を厚くしろとかやめて一回職をやめて国に戻ったらどうだって言われていく一切突っぱねて警備も普段通りに、まあ、要するに、えー、とお金もかかるし幕府の、えー、対面を守りたいっていうのもあったんでだからある意味こう。 何暗殺を覚悟してた節はあるんでんだから両方とも男の男の戦いっていうか要するに倒幕側のポリシーもあるし、うん、幕府側のポリシーもあるしなんかもう正義と正義の戦いというか、ね、そうそうもしこれであそこが例えばイ、えーサン、e、側が勝って幕府がさらに強くなって、うん、強くなった状態でばあの外国とうまくやってたりしたら。 まあ中高の孫になったっていうかうん、うん、幕府を立て直した立て役者ってなってた可能性もあるぐらいなんでだから意外とね幕府側にもあの優秀というか、まあ、腹決めて生き様の筋の通った人も結構いるんじゃないかなっていう。で安政の大国、うん、やって <noise> やってって言い方変ですねうん、うん、安政の大国でうん、うん、結局そこで恨みを買って。そう買って で、えー、とその安政の大国の時に、はいまあ、尊王攘夷派っていうのと、外国派っていうの、うんうん、要するに外国と仲良くしようっていうのと、うん、尊王攘夷派っていう、要するに外国を打ち払いっていうのと、うん、天皇を守れっていうの対立で、イー、e、さんは外国派のトップ、うん、で尊王攘夷派のトップは水戸藩なの、だから水戸藩の人たちに殺されるっていう。 そうそうただね結果ね歴史が証明してるのは、うん、結果開国したんでイー、e、んの主張が立ってその上位はそもそも無理だってことなんで、うん、だからあの当時としてあのもう明らかに違うんで、うん、例えば今のアメリカと戦争しましょうって言った時に、うん、勝てるわけないのでだから何ていうのか主張自体が間違ってたっていう感じはない,ないんだけど、うん、ちょっとこう急進すぎたっていうか、うん、進みすぎたというかね。うん、結局次の 人が尊王攘夷派が明治維新作ったけど結局外国は打ち払わんだずうち払ってなくて友好関係になっちゃったんでまあ結果あの方向は一緒なんだよねなるほどでこれが結局暗殺されるわけですねそう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 桜田門外の桜桜田門外ので殺されちゃってで幕府側の強い人がいなくなっちゃってまたちょっと合議制に戻ってぐちゃぐちゃやってる時に 慶喜公が出てくんですよ。松田翔太さん。そうですね。へぇ。ひが出て様が。まあ、ひいでも最後の将軍ですよね。そう、最後の将軍。で、そこからは将軍が音頭取って、それまでは将軍がちょっと飾りみたいな状態だったのが、やっぱちょっと優秀な人なんで。じゃあ、次回は様やりまやりますか。 簡単に死ぬじゃないですかね、安政の大学では吉田松陰とか橋本左なもだってそのいわゆる日本の頭脳みたいな人たちがスパッて死ぬでしょでし桜田門外の変もスパッと、うんはい、あの言いいなすけど死んじゃうじゃないですかうん、うん、当然それ以外にもたくさんあっててこれ 変な話全員生きてたらどううううなっててたたんですかねそうそうそう全員生きてたら本当にどうなってたかっていう話で,そういうことですよね。だって今のこの現状がだいぶ変わってますよね。そそそうそうそう要するに当時最高頭脳とか最高の力を持った人はみんな死んで、うん、当時としては2番手3番手にした人が明治維新とか作っていくんで。なんか どうなってるんですかね、うん、ちょっと興味がありますけどね、うん、なんか結局その歴史上の、ねうん、人物というか人たちって、うん、あの幸せな死に方ってあんましてないじゃないですかそう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 、ね、もやるかやられるか、まあ、そういう時代だと思うんですけど、うんうううん、でしかもあのさっき言ったようにもう生まれてから 二十歳超えるまでが奇跡っていうかほとんど死んじゃうんで<ー>だから死生観が今と違って<ー>死が身近にあるっていうかうん、うん、身内の死が日常にあって、うん、例えば、えー、と今の、えー、と又吉さんがやってる家、はい、エ家ダ,ダ,、はい、ダさんは、えー、とのお父さんは14人子供産んで、うん、残ったのが家ダさんだけなんで。うん で、家更さんも若死にしてるんで,で、ね、だからそういう時代なんであの、うん、死ぬのがまあ当たり前っていうかすごく身近にあって、うん、生きることの方が珍しいっていうだからその命を無駄になんか流れるんじゃなくて意味のあるものにしたいっていう、うん、そういう時代なんで、うん、なんか不思議ですね、うん、同じ まあ日本っていうかそうそうだから全然違う感じだよね場所は一緒でもただが100年200年ぐらいそうそう200780年ぐらまでねそうそうそうへえすごいなそういう時代なんですなるほどということで今回は井おすけさんでございましたが次回はじゃあ「ひいさま」まを取り上げてみたいと思います ラジオだべむくむくラジオたべ。むくむくラジオだべ